西サハラのおっぱい型の山。モラムラだ。スペインのモールズデザートの山の一つ。この山の下には古代イベリア人の遺跡がある。おっぱい型の山とは、人間の乳房の形をした山のことである。このような山のいくつかには、乳房内脂は乳首を表す語である。パップが名前に付けられている。このような地形の擬人化は、世界の様々な場所で見られ、ある文化では、このような山は、 例えば、キリスト教伝来以前のアイルランドにおいて、重要な女神であったアヌにちなんだ、アヌのちぶさなどの、ちぼしんの属性に返し崇拝されていた。ママロンセントラル、仏良レユニオン島にあるピトンデラフォーネーズ火山の2つの、火口に形成された、中央火口級。1801年ブルメール18日、ジャンバティスト・ボリド3番さんが、マンチェスターの名前の元となったマムシアムは、 おっぱい型の山を意味するケルト語が語源と考えられており、砦出があった砂岩の絶壁を指している。これが後にマンチェスターへと変化した。多くのおっぱい型の山は豊穣と健康のシンボルとしての乳房に対する地域的な先祖代々の崇拝に関係している。非常に古い遺跡がこのような山の上、もしくは麓に位置していることは珍しいことではなく、 例えば、シリー諸島のサムソン山には、北の山と南の山の両方に、大きな古代の埋葬地があり、スペインのアラゴン州にあるバーンバーグナには、二つの鉄器時代のコツツボボチ文化の遺跡が、山の下にある。ギリシャのミコノス島にあるアプロディーテイの胸。また、これらの山の周りでの神話は古く、また受け継がれていて、人々は、交渉文学や文字に残して記録している。 例えば、アジアの不特定の場所で、僧のダルマが長い時間を瞑想に費やした洞窟がある、おっぱい山として知られている山がある。植民地時代の旅行者と地図作成者は、頻繁にこのような山の代々の名前を変えてきた。リドホールもしくは、リタールとして、太古より、アボリジニには知られていた山は1970年に、オーストラリアの東海岸を探索しに来た。 ジェームズ・クックによって、ピジョン・ハウス・マウンテンと改名された。ママロンはおっぱい型の小さな丘のフランス名である。ホート・ママロンは1850年代のクリミア戦争で起こったセバストポリ包囲戦において、ロシア人によって強化され、フランス人に奪取された著名な小さな丘である。ママロンという言葉は、火山の起源の特定の石の生成を記述するために、火山学でも用いられる。 この用語は、フランス人の探検家であり、博物学者であるジャンバティスト・ボリド・サンバンさんによって、名付けられた。ソマリアのナーサー・アブラット。モーリシャスのトロワ・マメールの一つの絵。ジャック・ジェラール・ミルバート・チョのアトラスの121ページより、大西部のカオ・ノムナン。ニキザン・カサヤマ・デガヌイジョー。アヌのチブサ。アイルランドの東側のパップからの西側のパップの、長望。 デンマークのメレンズパター。コロラド州のスパニッシュピークス。ニュージーランド、ダニーデンのルックアウトポイントから見たサドルヒル。ウルグアイ、タクアレンボーのセロバトビ。ファリックロック日本語版英語版。ありがとうございます。